覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロ。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう。では本格的にしごいてやるとせ。やったー。よし、そうだ、木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教え、準備ができたら俺のところへ来るんだ。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと出会わせか。ちょっと怖いな。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。ハッカッハッイッキヤッホーヤッハッヤッヤッハッヤッホシッハッハッハッイッキヤッヤッホー。どうだ、やれやれじゃわい。
あれ？逃げずに来たな。にしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ。おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。
何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。でも甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ、この俺よりも。そして分かってるけど、くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば、ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりや。それに僕なんかが。そうだ、どうせならこのまま家に帰っちゃよ。ちょっと食べ物を探してく。強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。わっ、すごい木だ。母さん元気かな。僕でもなんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともあります。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもん。でもヤムチャ様の話は聞いてる。別に聞いて。当然聞いてますよね。そうだった、ヤムチャ様にご馳走を作ろうと。そんなわけで僕は僕も
お腹空いてきちゃった。母さんに何を作ってもらう。やめろ。いつか出会うかもしれない。ありがとうございます。それにしてもとっ、そう気づいてまるで天界お父さんみたいに。さすがは悟空さん。僕なんかでも今ヤムチャ様、それにヤムチャ様、お前が期待してくれる。みんないけない、助けてくれた。ピッコロさんは怖い。もうちょっとだけ。僕もお父さんやピッコロさんみたいに。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。あれ？全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした、俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか。
ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道具がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道具をくれてやろう。何か文句でもあるのか？うん、ありがとうピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。なに？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして決戦の時は近づいた。